っしゃー、買いまくれー。今が底値だー。何してんだ？あ、マリサ、最近あるものを買い占めてるんだよ。何を？マスク。は？マスクが品不足だって言ってたじゃん。確かに言ってたな。それが最近運よく大量に安く売られてるのを見つけてね。こりゃ買い占めるしかないって思ったわけよ。それで店長に行って店のもの全部買い付けてるんだよ。今はもうマスクの品不足は解消されてるが、買い占め転売行為は良くないのでこのまま見守ろう。私自体いい人だ。それは良かったな。ただあまり極端に買うととんでもなく損失が出ることもあるから注意しろよ。ふふ、私がそんなミスをするわけないじゃないか。じゃあお前にそんなしくじった企業の話をしよう。お、前例があるのか教えて教えて。教えてくれたら赤服を用意しよう。絶対だぞ。任せろ。今回お前に解説する企業は、鈴木商店だ。なんか聞いたことあるけど小さな店の名前っぽそうだね。お前竹中工務店も零細企業って見てそう。何その会社、うちのリフォームとかやってくれるの？もういいわ。鈴木商店の創業は1874年だ。明治時代なんだね。創業者は鈴木岩次郎。もともと菓子職人を目指して長崎で修行を積むんだ。カステラカステラ。だけど菓子職人にはならずに佐藤商に雇われて商人となったんだぜ。お菓子は砂糖をめっちゃ使うから強そう。そしてのれんわけで金立つ鈴木商店を開業したんだ。これが鈴木商店になるんだね。岩次郎は鈴木商店を立ち上げて3年後に米を嫁に迎え入れた。この動画で奥さんについて言及するって珍しいね。この米さんが鈴木商店の重要なキーパーソンとなるんだぜ。そうなの？佐藤商の5人で養豚商会を設立して、関西での販売網を牛耳ることに成功した。それってずっこくない？まあカルテルだから今やると独占禁止法に引っかかるな。昔だから許されていたのか。さらには石油の需要を見越して共同で神戸石油商会を設立したんだ。石油は重要になるからね。センスがあるな。この岩次郎の手腕によって鈴木商店は発展して、神戸有力8大貿易商になったんだぜ。神戸を代表する商人になったのね。そして1886年のちの鈴木商店を引っ張る人物、金子直吉が20歳で鈴木商店に雇われた。この丸メガネなんかしたおっさんが引っ張るの？丸メガネの人に謝れ。こうして成長して巨大な組織となった鈴木商店に大きな転機が訪れた。どうしたの？岩次郎が急逝した。おお、それはやばい。当時の商屋というのは個人商店だからな。岩次郎個人の顔で商売をしている要素が大きい。っていうことは鈴木商店は解散。当初、岩次郎の妻の米は周りから隠居して廃業を検討すべきだと言われて、米もその方向で考えていた。大きな商店でも消える時はあっという間だな。そしたら金子が米をじーっと泣きそうな顔で見つめてるんだ。犬みたいなやつだな。そしたら米は、うちが引き継ぎます。それで金子を含む2名の番頭に店を任すと宣言したんだ。ここで廃業していたら鈴木商店は普通の商店で終わってたかもしれないってことか。金子はもともと商屋の子供として生まれて、家が貧しくて10歳からでっち奉公へ出た。貧しくて11歳から紙くずを買い歩く商売をして、小学校にも通えなかったらしい。学歴なんてクソくらえって感じか。読み書きは近所の老人に教わるような感じだ。苦労人すぎる。それで鈴木商店を引っ張る立場になった金子は小脳に目をつけた。何それのお味噌？小脳はプラスチックの一種であるセルロイドや火薬の原料となるものだ。もしかしてめっちゃ重要な原料なのでは？そう、金子の故郷であった土佐藩では小脳の生産地でもあったので、金子はその重要性を見抜いていたんだ。それで鈴木商店は小脳を取り扱うようになったんだぜ。うまくいけばめっちゃ利益が出そうだな。金子は外国商館に対して100金40円で販売する契約を結んだんだ。ふむ、だけれどもその時まだ商品を用意できてなかったんだ。は？つまりどういうこと？金子は1金40円が上限と見ていて、その値段で外国商館と先物契約を結んだんだ。ギャンブラーだな。それで結局、小脳の価格が95円あたりまで跳ね上がって用意できなくなった。どうしよう。当時イギリス人相場師が買い占めていて急騰していたんだ。丸メガネ最大のピンチ、結局どうするの？そのまま用意したら鈴木商店が破産するほどの取引だった。なので外国商館と交渉して納得させたんだ。おお、すごい。ちなみにどういう風に交渉したの？この品物と3500ドルを用意したんでこれで許してくれない？ノー、我々は小脳欲しい。そうですか。それでは私はこの外国商館で切腹をするまでです。ホラッツ。それでは解釈お願いします。ノー、ノー腹切り。お、OK。
OK、これで OK だ。ということで無事外国商館の説得に成功したんだぜ。それ説得じゃなくて脅しだよ。結局ある程度の損失で済んだんだぜ。まさに命がけだな。金子はこの失敗を教訓にしたことにより、鈴木商店の躍進が始まった。ここで来るのか。金子が小脳の取引で大失敗をしたにもかかわらず、米は金子を番頭のままにした。一度の失敗でも許すのは有能ですな。その金子は台湾に目をつけた。なんで台湾？当時の台湾は日清戦争後日本が統治することになった。そして台湾には小脳の原料となるクスノキが大量に存在していた。それを鈴木商店が販売するのね。いや、台湾の小脳は官営による専売制度になった。それって鈴木商店に何の旨味もないじゃん。むしろ金子は専売制度に賛成していたんだ。こいつやっぱ頭おかしいのでは？金子は小脳を作り出す過程で生まれた小脳湯に目をつけた。それで専売反対派の意見を崩した。この功績で台湾総督府の長官である後藤新平に取り入ることができ、小脳湯の 65% を取り扱うことができるようになった。このおっさんただのサイコパスではなかった。この件は鈴木商店を清少の仲間入りにしたり製造業を始めるきっかけになった。一流商店だね。1902年に合名会社鈴木商店に組織変更した。今まで個人商店だったってこと忘れてたわ。1903年に製陶所を立ち上げた。なんで砂糖を作り始めちゃったの？鈴木商店はジャワから原料を手に入れることができるからな。それに付加価値をつけて販売するのか。この製陶所はわずか4年で投資の3倍の額で他社に売却。さらに砂糖の販売権付きだ。おまけが美味しいな。鈴木商店はさらに重工業を始めた。ついに重工業か。ところでなんで始めたの？本当は紡績業やりたいけど買収に失敗しちゃった。そんな時に製鋼所の経営を引き継がないかと言われてノリとテンションで買っちゃった。ノリかよ。出来心で買収したらしい。スケールがでかすぎる。その買収した企業が小林製鋼所。現在の神戸製鋼所だ。超巨大企業じゃないですか。2020年3月期の売上は 1.8 兆円だ。ノリで買収した企業が1兆円企業ってなんじゃそりゃ。その他にも製粉事業、ビール事業、タバコ事業なんかやっているな。ノリとテンションで始めてそう。このように鈴木商店は一気に高く買い付き進んだんだぜ。なんでこんなに強いの？まず関税自主権の回復により貿易の環境が良くなった。そういえば習った気がする。また船を借りる形ではなく、自ら船を持って海運業を始めたのも大きいな。鈴木商店は7隻もの船を所有していたらしい。自ら船まで持っているのか。他の強みが海外との情報網だ。そういえばいつ海外進出したの？合名会社にした1902年にはロンドン、ハンブルク、ニューヨークに代理店を設置。早すぎる。社員の現地密着なところも大きい。台湾に社員を派遣したとき、台湾に3、4ヶ月出張してきて。ウエッス。そして、気づいたら十数年間過ごしてました。密着しすぎー。さらには外国通信部を設置して電信を購入。電信業には枠を設けず各地の支店と通信して情報交換をした。その通信は暗号でやり取りをして担当が解読していたようだぜ。手動のインターネットやな。その情報網から鈴木商店に新聞社がやってきて聞きに来るという感じだからな。新聞社もうちょい仕事しろ。この情報網もあり、日本で初めて日本を介さない貿易、三国間貿易を実現できた。貿易会社として一つ上の段階にいるな。これらを実現できた下地には学卒者、今でいう大卒を多く採用していたこともある。それまでは丁稚奉公の時代だったからね。そして金子直吉の類稀なる商売人としての才覚がこの躍進を実現できた。一地方の商店に過ぎなかった鈴木商店を世界で戦える体制にした。この丸メガネおじさんすごいな。そしてここから金子直吉一世一代の大勝負を仕掛けるんだぜ。ワクワクしてきた。鈴木商店が飛躍したきっかけになったのが第一次世界大戦だ。欧州の戦争でなんで飛躍できたの？1914年7月に開戦したのだが、当時の人たちはすぐに戦争は終わるだろうと思っていた。でも実際4年ぐらいかかったよね。独自の情報網を築いていた金子には確信があった。あの手動インターネットが火を吹いたのね。そこで金子はこう言った。鉄と名のつくものは金に糸目をつけず、いくらでも買いまくれ。
この大号令をきっかけに鈴木商店は鉄はもちろん、砂糖小麦も含めて資金の限界まで買いまくった。まさに大勝負だね。世間では、奴は気が狂ってる。と言われたからな。でも正しかったのは鈴木商店なのね。案の定鉄など様々なものが高騰。鈴木商店は莫大な利益を手に入れた。鈴木商店は笑いが止まらなかっただろうね。金子は次なる投資も怠らなかった。貪欲すぎる。大戦時世界的な船不足になった。貿易で使われてるから？ドイツの潜水艦による商船破壊が増えたのもある。そりゃ破壊されれば船は減るよね。なので1916年に小さな修繕会社を買収してここで造船業を始めた。これが播磨造船所、現在の IHI だ。また有名な企業が出てきた。これで鉄から造船までを一貫して鈴木商店で作ることができるようになった。強い、レイヨンって知ってるか？化学繊維だよね。金子は山形の米沢高等工業学校でレイヨンの研究をしていた教授を援助。後に帝国人造研子株式会社を設立。現在の帝人だ。ここも知ってる企業だ。鈴木商店は第一次世界大戦による需要に対して供給を見事に果たした。売り方も大胆で、北海道の豆や雑穀などを満載した船を船ごと売り渡したそうだ。スケールがでかすぎる。戦場では土のうに使われていた麻袋に SZK という鈴木商店の商標付きのが多くあったそうだ。輸出で使われてた麻袋ってこと？それほど鈴木商店の輸出量が多かったってことだ。戦時中イギリスに500万トンの小麦を売却したそうだからな。規模が大きすぎてわけわからん。スエズ運河を通過する1割が鈴木商店の船とか言われてたらしいからな。世界鈴木だな。1917年、ライバルの三井物産の売り上げが11億円に対して鈴木商店は、15億円だ。これは日本一ですわ。金子は社員に攻撃を飛ばした。三井三菱を圧倒するか、彼らと並んで天下を三分するか。トップを取ってもこの貪欲さ。これは天下三分の宣言書と言われているものだ。かっこいいな。そんな未曾有の好景気だったところにアメリカが水を差したんだ。何してきたの？当時鉄は輸入に頼っていたんだが、輸入元のイギリスやドイツは戦争で輸出がストップ。それでアメリカに頼った。もしかしてアメリカさんも、輸出がストップした。これにより造船もストップ。いくら船を作る技術があっても材料がなければ作ることができないな。政府の交渉も失敗に終わった中で、金子は内務大臣の後藤新平の紹介状で駐日大使と直接交渉することになった。後藤新平と仲いいな。金子にはある秘策があった。秘策？またジャパニーズ腹切りを出すの？多めに鉄もらったら船作ってあげるからそれでどう？余った鉄はこっちでもらうから。そんな交渉初めて聞いたわ。船の需要は圧倒的にあって、アメリカの生産力でも足りなかった。なのでアメリカも喉から手が出るほど船が欲しかった。それを金子は知っていたんだね。結果もらった鉄のうち、3分の2を船に使用して、3分の1を日本用にすることができた。交渉は大成功。金子はまた政府に顔が利くようになったね。これが日米戦鉄交換だ。世界の情報網と貿易網を持っていて、生産能力もある。しかも政府に顔が利く政商としても強い。こりゃもう三井三菱を圧倒して世界一にまでのし上がれるでしょう。それでこの後どうなったの？解体された。いやなんか破綻したのは聞いてたんだけどなんでここから破綻したの？それじゃ今から解説するぜ。お願いします。鈴木商店が急激に衰退した要因の一つが、米だ。米？米なんて扱ってたの？大正の初期ではたびたび米が豊作になってたんだ。豊作ならみんなハッピーじゃないの？豊作すぎて米の値段が急落、安すぎて農家の収入は大きく減った。豊作すぎて野菜を捨てるなんてニュースを聞いたことあるな。それと同じだな。あまりにも困った政府は金子を呼びつけて。なあなあ金子っち、なんかやんない。政府慣れ慣れしいな。せや、お米を政府が買い上げて輸出したらどうやろ。おう、それ超良くない。ということで政府は金子のアドバイスを聞いて、鈴木商店などを介してお米の海外の輸出を行ったんだ。米の価格は戻り一定の成果を上げた。金子さんがまた救ってしまったな。しかし1917年の後半に今度は、お米が不作になっちゃった。それで今度はお米を輸入することに、もっとしっかり管理して、この不作に加えて好景気によるインフレ、格差の拡大、シベリア出兵、農家の出し渋りや買い占めの横行により事態は悪化した。いつの時代も買い占めするクソ野郎がいるんですな。機械工の日給が77銭の時代に米1升が60銭となった。米代でほぼ消えていく。
政府は鈴木商店などを介して米の輸入や暴利取締令など法律による規制を試みるが効果はなかった。鈴木商店にとって貿易のチャンス？いや、交易を優先するために儲けはわずかな手数料のみだったそうだ。飯の恨みは怖いからそれがいい気がする。この米騒動は政府への攻撃、社会主義者による民衆を扇動する材料になってしまった。焚き付けてる人がいるのか。そして1918年8月12日に大阪朝日新聞が記事にした。お、正しい情報を流してくれるのかな？鈴木は敵国ドイツに米を輸出してるぞ。鈴木が朝鮮米を買い占めた。という誤報を打った。誤報の内容がひどすぎる。金子は悪いことをしていないということで大阪朝日に対して特に抗議もしなかったそうだ。このおっちゃん男前やな。それで先鉄交換の交渉を行うため、東京行きの列車に乗っていた金子宛てに電報が届いた。電報？本店焼き打ち去る。本店が焼き打ちにあったという内容だった。は？民衆の怒りが頂点になり暴動が起き、鈴木商店の焼き打ちへと繋がった。ちなみに当時金子に懸賞首がかけられたらしいからな。大阪朝日はとんでもないことをしてくれたな。まあ民衆の大半はいつの時代もこういう情報に流されやすいものだ。なんか納得してしまう。これによる被害総額は150万円。現在の価値で10億円ほどだ。なかなか痛いな。でも世界の鈴木だったらこれぐらい余裕でしょ。まあこれはジャブだな。本店焼き打ちがジャブもなかなかすごい気がするが、次が大戦景気の反動だ。第一次世界大戦の終了が1918年だよね。船舶の価格は暴落。1918年のピークから1921年には9分の1まで下落した。今までのがバブルだったからしょうがないね。当然他の物価も下落した。足りなかったものが逆に余ってきたのか。金子は軍備拡大計画である88艦隊に勝機を見出し、神戸製鋼所の拡大を行った。金子は第一次世界大戦の時の判断で大成功したし今回も勝つでしょ。しかしワシントン軍縮会議で計画は消滅して鈴木商店は大打撃を受けることに。金子さんの読みが外れただと？そして次にガバナンスの問題。毎回おなじみのものですね。トップは鈴木米田が実質的な経営は金子直吉が行っていた。番頭だもんね。というか何でも自身で取り仕切ろうという節があって、巨大企業になっても変わらなかった。世界中に企業があるのに全部一人で見ようとするのは無理があるね。結果金子の目が届かないところが出てきて組織としてほころびが生じていた。株式会社などへの近代的な組織変更も金子は嫌い、社内で意見が分かれるようになった。こういう時本来はトップである米さんが出張った方がいいと思うんだけど、米さんは、金子さんに任せます。ということで組織は変わらなかった。誰か金子さんに言わなきゃ、組織としてダメなエピソードにこんなものがある。ロンドン支店である特許の買収を画策していたのだが、神戸の本店は半分しか出せないと言われたそうだ。それでは資金が足りなかった。なら諦めるしかなくない？なのでロンドン支店は、しゃあない。佐藤で儲けたへそくりを出すか。大戦時佐藤が暴投した時に本社に黙って50席分を購入して、大儲けして貯めてたらしい。へそくりのレベルがやばい。鈴木商店が一枚岩になっていないことがわかる事例だと思う。確かに。そしてさらに、まだあるんかい？お金、財務の問題だ。めっちゃ稼いでいたと思ったんだけどもしかして借金多いの？金子の拡大政策を実現するためには多くの資金が必要だった。その資金は借り入れで賄った。どこが貸してくれたの？国策銀行である台湾銀行だ。普通の銀行じゃ借りなかったの？金子のおっちゃんが銀行嫌いで財閥系の銀行を避けていたようだぜ。このおっちゃんわがままだな。台湾銀行側も日本への貸し付けをしたくて鈴木商店から食い込もうとしたみたいだな。お互い支え合ってる感じだね。というより依存関係だな。どういうこと？鈴木商店は財政的に厳しくなって台湾銀行にしか頼れなくなってきた。台湾銀行も鈴木銀行への貸し付けが大きくなり潰せなくなって、貸し付けが急激に増えた。お互い重度の依存症になったのか。そんなこんなで1923年には台湾銀行の貸し付け額は2億円、現在の価値で1100億円を突破した。鈴木商店の経営状況は数年で一気に厳しくなった。第一次世界大戦時の輝きは一瞬でしたな。鈴木商店の支店では不正が見つかるなど組織のほころびも見えた。どんなのがあったの？銀行の担保にもなっていた大連支店の豆油の量を検査したところ、報告の量より10分の1少なかった。全然少ないやんけ。これらもあり台湾銀行は鈴木商店を2つに分割した。
どう分けたの？貿易部門を株式会社鈴木商店にして、持ち株会社として合名会社鈴木商店を作った。金子の権限を弱めるのが狙いだ。確かにその方が独立性を担保できる。そんな中1923年9月1日に大きな事件が起きた。9月1日、関東大震災、東京市の約半数が焼失、神戸市が拠点の鈴木商店でも影響が出ることは必須だった。厳しい経営状況からの追い打ちが辛い。金子は政府にモラトリアムを行うことを進言した。モラトリアム？簡単に言うと、借金の返済や支払いを一時的に遅らせることを法律的に認めることだ。おお、こういう時にはありかもね。さらには日銀が手形の再割引を行った。どういうこと？被災地関連地の事業者が振り出した手形は日銀が買い取って現金を渡す。手形の支払いは日銀が待って後に回収するというものだ。救いの手が差し伸べられたんだね。しかしこれは失敗と言われている。なんで？緊急事態だからしょうがないじゃん。震災と関係なくて単純に経営が悪かった企業の手形が大量に紛れてたんだ。は？それで1924年に 4.3 億円の震災手形があったんだが、3年後に回収できたのは約2億。半分しか回収できてないの？そのうち1億円が台湾銀行。大部分が鈴木商店のものだ。鈴木お前か。震災需要を見込んで積極的に買いを入れていたが、為替相場が荒れて逆に損失を出す羽目に、さらに主力の製粉事業も経営危機となった。流れが完全にヤバい。借り入れは増える一方で、主力だった台湾銀行からの貸し出し総額は、約 3.5 億円。台湾銀行のすべての貸付のうち6割を超えた。半分以上じゃん。円高で船で不況、大手の高田商会も破綻して鈴木商店にも信用問題が波及した。やばい。台湾銀行もなんとか鈴木商店の整理再建を進めようとするもなかなか進まず、でかすぎてコントロールできてない感じだね。この不安定な中、1927年3月14日の国会である事件が起きた。え？国会？片岡大蔵大臣が予算委員会でこう発言した。東京渡辺銀行が破綻しちゃった。おお、それは一大事。だけど実際は破綻してなかった。はい？しかしこの発言が原因で東京渡辺銀行は取り付け騒ぎを起こして休業に追い込まれた。渡辺さんかわいそうすぎる。この失言により金融不安が起きて多くの銀行が休業に追い込まれた。失言が大量破壊兵器になった。台湾銀行は資金繰りが厳しかった上、銀行間で短期の貸し借りを行うコール市場で借りられなくなった。そして3月26日台湾銀行は鈴木商店に対して、もう融資やめるね。と融資打ち切りを通告。いきなり？でもそれって鈴木商店を追い込むことになるけどいいの？震災手形は政府の保証があって、破綻すると国からお金が返ってくる。逆に企業が生き延びていれば企業に請求しなければならない。それで鈴木商店の息の根を止めることにしたのか。しかしこの融資打ち切りが報じられて、台湾銀行の信用不安となり取り付け騒ぎへ。結局混乱したのかい？まあ台湾銀行は政府の支援で生き延びたけどな。4月1日に東京朝日新聞が鈴木商店の経営が行き詰まっていることを報道。朝日新聞は鈴木商店のこと大好きなのでは？4月2日に各支店や子会社に債権者へ手形の支払いを延期してもらうように通達。これは、4月4日に支払いが滞り、翌日の5日に新規取引の停止を発表し鈴木商店は破綻。明治、大正と駆け抜けた日本の総合商社は昭和の始まりとともにその歴史に幕を閉じた。それでこの後どうなったの？鈴木商店は解体してバラバラにされたぜ。日本屈指の大企業になったのもあるよね。鈴木商店の貿易部門は日本商業として独立。現在では双日となっている。有名商社じゃん。鈴木商店の店主である鈴木米は破綻後も、金子が生きていれば百人力じゃ。と言って最後まで金子を信頼し、晩年は穏やかに暮らしていたそうだ。その金子は、破綻後の鈴木傘下の会社でお家再興を目指して、元鈴木の子会社株を買い戻していたそうだ。このじいさんしぶといな。亡くなる直前までカラフトのツンドラ開発やマレーシアのアルミニウム製造などに携わっていたらしいが、1944年に神戸の自宅で亡くなった。鈴木商店の再興は成し得なかったのか。これが総合商社鈴木商店だ。なんか総合商社というよりめちゃくちゃでかい商店って感じだったな。結局は鈴木商店イコール金子直吉ということで、すべてを金子が取り仕切ろうとしたんだ。なので金子の商売感覚次第だったんだ。
第一次世界大戦以降全く当たらなかったよね。本来であれば制御する人間が必要だったが、ヨネは全て金子に委任していた。同じ総合商社の三井三菱は合議制だったり、オーナーが制御していた。やっぱガバナンスは重要だったね。あとは資金を全て台湾銀行に依存していたこととか他にも要因はいろいろあったな。なるほど。ところでなんでこの企業を選んだの？鈴木商店は有名だが詳細をあまり知らなかったから今回取り上げたんだぜ。うぷ主、本音。商社の人はモテて羨ましいから。ダメだこいつ。ということで鈴木商店でした。今回は資料がそれなりに手に入ったが、商慣習や法律がわかりにくくて大変だったぜ。今の時代手形なんであんま使われてないからね。鈴木商店の鈴木ヨネと金子直吉にスポットを当てたドラマもあるので興味あれば見てくれ。まあ金子のおっちゃんを小栗旬が演じているのはかなり無理があったと思うんだけどね。何か補足とか喋るようであればサブちゃんとかで話すかもな。この他にもゲームチャンネルやメンバーシップをやってますので興味があればぜひ、動画への評価、チャンネル登録なども頼むぜ。それでは次回のしくじり企業ですが、ヒントは、北海道、牛乳。私は寝てないんだよ。当たった方には株式会社赤福より赤福を購入する権利をあげましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。うぷ主、来たよこの時間。そんなに身構えなくても、あれだけいろいろ言ってきたら誰だって身構えるわ。まあまあこれからも楽しくやっていこうぜ。正直私をいじめて楽しんでるでしょ。めっちゃ楽しい。ちくしょう。